どうしたの君。待って、ちょっと大丈夫？ダメよ、死んじゃ、死んじゃダメ。死なないよ。そそっかしいな、君は。今人呼んでくるから。本当に平気。俺あそこから抜け出してきたから。病院。どうしてあの時泣いてたの？ずっと一緒だった犬がね、コロって言うんだけど、病気で。そっか。毎日お墓に行ってずっと泣いてた。優しいんだね。その子がとても大切にされていたのがわかるよ。僕の部屋はナースさんしか来ないからさ、つまらないんだ。ちょっとコロが羨ましいな。私は違うの？そうだったね、ありがとう。このキャラあなたに似てる。かっこいいだろう。この中じゃ僕結構強いんだぜ。かっこいいと思う。君にあげるよ。でも大切なものでしょ。いいんだ、君に持っていてほしい。わかった、大事にするね。使い方だけど。1年の聖朝日です。先輩、戦でネネちゃんを倒したってマジヤバくないですか？あれ、遅かったっすか？今度僕とも戦してほしいんですけど。ねえ先輩をボッコボコにしてって無視っすか？はい。政宗を復活させたバグについて何か分かったか？いえ、お父様。でも政宗の所有者と会いました。彼女から情報を引き出します。そうか、見ろ。もう少しで戦の戦闘データのアップデートが完了する。それで維新は完成だ。人類は新たなる喪失の日を迎える。聞いているのか朝日。言われたことはやってます。その程度の人間では困る。もう一度私と勝負しなさい、アイ。待ちなさいよ。どうしてそんなに突っかかるの？政宗はあなたに勝ったんだから、もうあなたとは何の関係もないじゃない。関係なくなんてないわ。あなたは私のものよ。逃げるなんて許さないんだから。ごめん、意味わかんない。ゲームキャラなんかに熱上げてるあんたの腐った目を私が覚ましてあげるって話よ。私もう戦はやらない。もう誰も失いたくないの。政宗が傷つくのは嫌なの。あんたおかしいんじゃない？ただのゲームのキャラじゃない。私にとっては違う、大事な人との思い出。あなたにはわからないわ。あなた何も大切にしないもの。自分のこと棚にあげて何？もう私に関わらないで。ふざけないでよ。私は許さない。あんたが思い出して私に許しを請うまで絶対に離れないんだから。思い出すって何を？私を。あなたを。
もう約束したじゃない、ずっと友達でいましょうって。私メールだってたくさんしたのに。なのに再会した時全部忘れてた。あんたあの時。初めまして、町を案内してあげる。ここは初めてでしょ。あれは今さらでごめんなさいだけど、ちょっとした冗談、今まで言いそびれてた。許せない、絶対に絶対に許せない。あ、約束忘れたわけじゃなかったんだ、ねねちゃん。大好きな愛ちゃんへ、何度もごめんね。お返事が全然来なかったから心配してます。愛ちゃんよく怪我してるから。でも元気だよね。連絡待ってます、ねね。何、覚えてたなんて冗談、頭悪すぎじゃない、本当にバカ。うわ、おひさー、ねねちゃん。あなたなんでいるの。遊びに来たんだよ。もう勝手に行っちゃうんだもん、普通絶好だよ。でも僕は愛ちゃんと違うから、絶対ねねちゃん優先だもん。なんのよ。無視、なんで。おー、はい、ごめんなさい。要件ね、要件。ねねちゃん、僕があげた秀吉やられちゃったんでしょ。なんでそれを。あれ最強アバターだったのにな。普通正宗程度に負けないのに。でも負けたわ。そうだね。で、原因を調べてたら、ゲーム内のあるバグが正宗に何かしたみたいなんだよ。バグ？僕、パパに言われてそれを調べなきゃいけないんだ。こんにちは。朝日が正宗を欲しがっている。渡せ。いや、拒否は認めない。用事でもあるけど、今家康が政宗を奪いに行ってるから、終わったらねねちゃんもいたぶりに行けるんじゃない。僕偉いでしょう。どう。はい。はぁ、私知らなかった。どういうこと。一回もメール来たことなかったから、私嫌われたと思って。来てないみたい。だからごめんなさい。これで仲直りじゃダメ。しょうがないわね。はぁ、はん、はぁ、無視しないでよ。なんで、僕じゃダメなの。なんでそっち行っちゃうの。朝日ちゃん、僕何でもあげたじゃん。ブランド物も部屋もお金も、友達だからあげたのに。いい、そういうのエセ友達って言うのよ。あなたとは戦のパートナーだったけど、本当の友達ならこんなことしないわ。どの口が言うかな。どうなっている。維新が起動しています。制御を受け付けません。何でもいい、維新を止めろ。強制停止、作動不能。社長、退去。こんなところで私の宿坊が。